で、影とか消した方がいいんだろうか、設定聞いてほしい。こう設定さ、こう設定さ、あーこれか、このオートにしたんですよね。オートにしたらさ、全部エピックになった全部エピックになったんだけどね、やめてよちょっとなんかニコニコしちゃうじゃん、僕姿なので。ちょっと待って、あ、早いな、一個一個のアクションが。階段作って、壁作って、階段作って、壁作って、階段作って、ジオ、行きませんか？行きましょうね。ちょ、嫌な予感するけどね、本当にね。大丈夫か？マウスとか壊れないかな？動きが残念すぎて壊れたみたいな。こんなやつの元で使われたくないみたいな、マウスの意思が垣間見えたりしないかな？大丈夫かな？ああ、何？ああ、あ、引っかかった。やったぜ。ちょっとずつ慣れてはきたのだけれど、ただまあ、とっさのね、あれが、とっさのことが何もできないからな、ツルハシに変えたりとか。あと、とっさに、やべ、敵が来たってなった時に、あれ、どのキー押せばいいんだっけ？壁ってどれだっけ？ってなって、毎回必ず間違えて階段を出してしまいます。あれ？そこも慣れだよね。ぐらいでやってんだよね。あっ、バイバーイ。やったやった奇跡だ。マウスのサイドボタンにね、もともと屋根がね、あったんだけど、屋根を振り分けてたんだけど、ちょっと押しづらい、とっさに押しづらいから、そう、とっさに押しづらい位置のサイドボタンにしてたから、これじゃいつまで経っても実戦で屋根使えないなぁと思って、ツルハシのボタンと入れ替えました。あ、ごめんね。ちょっと失礼。うわぁ、君！それはやばいって。ないじゃん。でもさ、フォトナってさ、縦積みするじゃん。これがさ、一生なんだよ。これが結構ね、スペース使うんだよな。感度下げたらこれができるようになった。できなかった。うわわわわ。ごっつ、ごっつ。お、やった。
地味に苦手なことがあって、これ地味に苦手なんだよね。ちょっとゆっくりやろうね。こうね、ちょっとずつちょっとスピード上げていきましょうね。あ、行くしかねえ。もうグレ投げるしかねえ。グレを投げるしかねえ。どこに投げてんだって話ですよ。ごめん。60fps 以上はね、出力できないから、配信じゃ全く伝わってないんだけど、いつも通りなんだけど。あのね、すごいよ。あのね、まあ、この1段上開けるやつと、2段開けるやつ、これすごい苦手だったんですよ。それが結構ね、成功率が高くなってきて、まあまだ遅いけど、これぐらいなんだけど。遅くもないな、別にな。言うほど遅くはなかったわ。あぶねえ。結構もろもらったわ。おー、あぶねえことする。うわー、俺のタクショ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。タクショ捨てて白ポンプになったんだけど。え、なんか俺やん。そしたら今度あの上をやる。おっ、キョッ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 。あー、しよしよしよし。あー、しよしよしよし。はい、オッケー。うわ、なんか知んないけど勝った。やったー。ここ僕の。あー、今あれ。あー、待って、生きないで、生きないで。ひどい、ひどい。生きないでって言った。人の心持ってない、もはや。顔出してるかな、顔出してちゃダメなんだよ。死んじゃうよ、そうやって。あ、幻聴か。あ、今いた、いた。チラって見えた、チラって見えた。うわー、やったぜー。